南海三万線系電車は、1999年に登場した南海電気鉄道の特急系電車である、高野線橋本以南の山岳線区直通特急用として投入された。申請以来4両編成1本の4両のみの在籍で三万系の後継車ではなく、荒野の東急運休の解消と臨間8両編成化のための増備車として製造された。 一万千系と外観は似ているが、橋本、極楽教官の山岳線区にも乗り入れるため、三万系と同じ17メートル級の中型車として製造された。前面は貫通型三枚窓で、貫通扉上に種別膜を備える。前面両側の倉下に、角形の全章灯、微灯を収めた灯具を持つ。車体の塗色は三万系や一万千系と同じ赤と。 白のツートンで、側面の客用窓は1万1000系と同様の連続窓となっている。客扉は折り式を採用し、各社とも車端部の片側1箇所に配置されている。屋上には分散式の冷房装置が連続した規制に収められており、パンタグラフはもは3万1101に下枠交差系のものを2機、両車端に備える。二千十五年三月には、高野山、 海藻線2 0 0周年を記念して、黒荒野のラッピングが施され、2016年2月まで運行された。高野山、海藻1200周年ラッピング車、黒荒野廃車となった2万1000系の制御装置と7100系の主電動機を流用しているために、制御方式は抵抗制御となっている。貫通扉付きながら、運転台付近の窓は大きく開放的であり、3万系と同様に、 戦闘車両は全面展望がある程度楽しめるようになっている。南海車両は運転台後部と仕切り、扉のガラスにスモークフィルムを調布しているので、運転席後部でも全面展望を楽しめる。座席はフリーストップ式の回転式、リクライニングシートが配置されている。シートピッチはおよそ9 8 0ト、mm、ルで自動回転装置付き、座席には 背面テーブルと網袋が設置してある。車内は禁煙である。当初は極楽橋方1号車及び南ン方4号車は喫煙車であったが、前車は2011年9月1日、後車は2003年5月31日に禁煙化された。2号車に飲料自動販売機を備えたサービスコーナー。3号車に男子子雇用トイレ、男女兼用用式トイレがある。 かつては3号車のナンバーよりデッキ部にカード専用公衆電話が設置されていたが、現在は撤去されている。車内には LED 式案内表示装置を設置しており、停車駅や車内設備の案内が流れる。かつては読売新聞ニュースも流れていた。上行口は各車両とも1カ所のみで、奇数号車がナンバーより、玉数号車が極楽橋よりで、それぞれ固められている。 登場当初より、日英二言語による、車内自動放送が行われている。高野線の橋本以南の山岳線区直通特急、高野、高野線の橋本までの特急、林間に使用される。ラッシュ時は3万系、または1万線系と並結し8両編成で、運用につく。3万系とは異なり、南海本線に入線したことはない。ありがとうございます。